皆さんこんにちは。今日は動機の錯誤が問題となった再犯昭和29年11月26日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。中村博史は自らが住む家を宮崎金吾に売却しました。ところが宮崎は1階に住み込み、中村を2階に追い上げた上で連日厳しく明け渡しを迫ってきました。そのため中村は松井慶太郎の仲介で木村恩次郎から家を購入しようと考えましたが、その家には伊藤慶三が賃借して居住していました。中村の代理人の松井は木村から伊藤が一部退去して同居することを拒絶している旨を伝えられていましたが、中村の意図を伝えずに家を購入する契約を締結し、木村に手付金1万円を支払いました。実際に伊藤から同居を拒絶されたことから、中村から手付金返還請求権を譲り受けた吉岡与平が契約無効と支払った代金の返還を求めて提訴しました。この点について最高裁判所は、意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り法律行為の要素とはならないものと解するを相当とする。現判決の認定した事実によれば、飼い主の中村は現居住者伊藤より同居の承諾を得た結果、木村から本件家屋を買い受けるに至ったのであるが、本件売買契約を締結するにあたり、買い主側において右伊藤の同居承諾を得ることについては、相手方たる売主木村に対し何ら表示されなかったばかりでなく、かえって売却に際し売主木村は飼い主中村の代理人松井に対し、伊藤が居住したままかつ伊藤の退去については責任を負わない旨申し入れており、さらに飼い主代理人松井は本件1万円を木村方に持参の際、木村の妻よりその前夜伊藤から同居拒絶の旨飼い主側に伝えてほしいとの申し出があった旨告げられたにもかかわらず、松井はなおかつ木村に右1万円を支払ったものであるというのである。以上の事実によれば、伊藤の同居承諾を得るということは飼い主中村の本件売買の意思表示をなすについての動機に過ぎず、そしてこの動機は相手方に表示されなかったのであるから、相手方に表示されなかった動機の錯誤は法律行為の要素の錯誤とならない旨判断した現判決は正当と言わなければならない。現判決には諸論のごとく首尾一貫を欠く理由不備の違法ありとの非難の当たらないのはもちろん、諸論引用の判例は事案を意味し本件には適切のものとは認められないから、判例違反の論旨も採用することができない。他人の賃借居住している家屋の売買につき、買い主が当該家屋を自己使用するには賃借人との直接交渉によってもその目的を達しうるところであるから、たとえ諸論売り主である木村が買い主中村の自己使用の目的の買い入れであることを熟知していたからといって、そのことだけで諸論現住者伊藤の同居承諾を得ることが本件売買契約の要素であるとは断ずることはできないのである。それゆえ本件の場合、要素の錯誤に当たらないと判断した現判決に諸論の違法ありということはできないから、論旨は取るを得ない。よって吉岡の上告を棄却すると判決を下しました。
今回のケースで裁判所は意思表示の動機に錯誤があり、その動機が相手方に表示されなかったときは法律行為の要素に錯誤があったものとは言えないとしました。現在は民法95条1項2号と2項に、表意者が法律行為の基礎とした事情について、その認識が事実に反する錯誤、すなわち動機の錯誤が法律行為の要素の対象となり、その動機が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに契約を取り消すことができると規定されていることに注意が必要でしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。